2020年の5月の25日です。ピオーネのジベレリン処理を昨日から行っていまして、本日で2日目です。3.5 センチにこの花穂を切り詰めて花切りしていきました。昨日つけまして、このキャップがこう外れてきて、この実が大きくなろうとしております。で、開花時期前から摘心というのをしていまして、この先を積んで、成長点のところを積んでいる作業をしております。副梢は2葉で摘心して、あ、これ 1葉で摘心しましたが、そのような作業をしております。ですね、これもキャップが外れてきて、カメムシが出てきましたね。またこうちょっと防除せないかんですね。こういうとこちょっと忘れ、つけ忘れるんですよね、ジベレリン。こういうちょっと羽隠れているようなところは、これベリエです。ベリエだいぶ大きくなりました。2回目のジベレリン処理を29日にするので、あと4日後にする予定です。3、2、1チャンネル登録よろしくお願いします。